モーリッツ・アルブレヒト・フランツ・フリードリヒ・フェード・アフォン。ボックは、第二次世界大戦中のドイツの軍人。最終階級は元帥。プロイセン王国のキュストリン生まれ。父、カール・モーリッツは、陸軍少将で、不屈戦争には、師団指揮官として従軍し、セダンの戦いでの勇敢さで表彰を受けた。祖,祖父は、フリードリヒ大王規制下のプロイセン陸軍で勤務し、 祖父は1806年の家のアウエルシュタットの戦いに参加している。母オルガヘレネ・フランチスカはファルケンハイン男爵家の霊場で、後に参謀総長となるエーリッヒ・ォン・ファルケンハインの姉妹だった。8歳でベルリンに移ってポツダムとリヒターフェルデで勉学に励む。現代語、数学、歴史などが得意科目で、フランス語、ロシア語、英語が堪能だった。 1898年3月15日、この F 表第5連隊の士官候補生となる。1905年に大隊副官に就任。1907年には連隊副官となり、1910年から1912年まで参謀教育を受け、参謀本部に配属された。第一次世界大戦には参謀将校として従軍し、1916年に少佐に、 昇進、1918年4月には、プロイセンの最高位のプールルメリット勲章を受章。大戦後も、軍備制限されたバイマル共和国の陸軍に残る、第3師団参謀長を経て、1929年に、少将1931年に中将に昇進、同年2月、第2軍艦区司令官に任命される。 1933年に政権を握ったナチ党に対しては中立的な姿勢だった。1938年のオーストリア併合の際は第8軍司令官としてオーストリアに進駐。その年3月に訴求して上級大将に昇進した。同年11月に第一軍集団司令官に任命されポーランド侵攻を控えた翌8月26日に 北方軍集団司令官に任命された。1939年の第二次世界、大戦開戦時のポーランド進行では、北方軍集団司令官。1940年の西方電撃戦では B 軍集団司令官として指揮を取り、パリ入場式を挙行して外戦門をくぐった。その選考により、同年7月陸軍元帥に昇進する。 同年の60歳の誕生日に際し、アドルフ・ヒトラー総統から10万ライヒスマルクを歌詞された。1941年6月22日に開始されたバルバロッサ作戦では、中央軍集団司令官としてミンスク、スモレンスクを攻略し、12月には、米化部隊はモスクワ全面 30km に迫ったが、ソ連軍の激しい反撃と猛烈な寒波によって、 攻撃は頓挫。ヒトラーによって司令官を解任される。しかし、1942年1月に、南方軍集団司令官、バルターホン・ライヒエナウ元帥が事故死すると、南方軍集団司令官に任命される。ところが、同年夏の構成における、作戦式をめぐってまたもや、ヒトラーと対立、7月には再び司令官を解任される。 その後は前線に復帰することはなかったが、1945年4月のヒトラーの自殺後、新政権の大統領に任命されたデニッツ海軍元帥の要請により、連合国との停戦交渉の任に当たることになる。しかし1945年5月3日に、キーイル近郊で乗車がイギリス軍機の銃撃を受け、翌日死亡した。同乗していたボックの妻、娘、 車の運転手も死亡した。その5日後、ドイツは降伏し終戦となった。前線広報で繰り広げられるユダヤ人大量虐殺に抗議し、軍上層部へ担当将校の処罰を要請したこともあるが、目殺され成果はなかった。一方、老いに当たるヘニング・フォントレス公陸軍少将から反、体制グループへの参画を打診されるが、これは拒否している。グイド・クノップ、 ヒトラー暗殺計画、高木霊役、原書房、2008年、ISBN 978から4から562041435、ピアニッシモ、117から130、シェルツァー2007、P227、フェルギーブル2000、P136。ありがとうございます。